第1週目のこの時間は、今月からお祭りわっしょいのコーナーをお届けします。このコーナーは楽しいことが大好きな人、この指とーまれイベント派遣の楽しそうの提供でお送りします。イベント派遣楽しそうの代表、上野のり子さんにお話を伺います。上野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。上野さん、まず、はい、イベント派遣楽しそうとはどんな団体なのか教えていただけますか。はい、楽しいことが大好きな人たちの集まりです。実際に現在活動しているいろいろなジャンルの手作り作家さんや講師の方々が、いろいろな幅広い活動で楽しいことを発信していきます。何かされている方々の集まりということですか。はい、そうです。はい、これはどんな思いで立ち上げられたんでしょう。はい、実は私も自然の苔を使った苔アート作家として、イベント出張やお教室など今は少しずつですが活動してますが、初めは何にも分からずに、ただただ周りの人に支えられ、うさぎと亀のお話の亀さんのように一歩一歩歩むことしかできませんでした。今はまだまだ未熟ではありますが、振り返るとたくさんの人々のご縁で楽しそうの設立への思いが膨らみました。小さな力でもたくさんの輝いている作家さん、講師さんでいろんな楽しいことを発信することができたらと、力を合わせて頑張っていきます。上野さん自身、はい、苔玉、ね、苔を題材にしてされているということなので、はい、そうです。あの作家さんの気持ちとかも十分分かってらっしゃいますよね。はい、もう十分分かっております。とってもね、もう自分の力で頑張っていかなければいけない世界なんですが、私はあのおかげさまで何にも分からないところからですね、いろんな方が助けていただいて、なんか私も力を貸せることが一つでもあればなという思いで、この楽しそうを立ち上げてまいりました。実際にどんな方々がいらっしゃるんですか。はい、もうたくさんいらっしゃるんですけども、今後ですね、またこの場でもね、いろいろな作家さんもご紹介させていただきたいとは思ってますが、手作りでしたらアクセサリーとかプリザーブドフラワーとか造花レンジ、パワーストーンブレス、羊毛フェルト、陶芸、ステンドグラス、サオリオリ、あと私苔アートなど、まだまだたくさんの作家さんがおります。風船を使ったバルーンアート、あとね、あの似顔絵などの作家さんもいらっしゃるんですね。で、他にはね、まだあの占い、地球水明、手相、タロット占いなど、たくさんの種類の先生がいらっしゃいます。あと講習会などはアロマを使ったハンドマッサージ、ヘッドマッサージ、セルライトケア、眉アドバイス、メイクアドバイス、美容に関する講座や施術などもご紹介させていただいてます。アロマ講座、カラーセラピストの講座、個性心理学講座、女性に大人気の講座等もご紹介できます。いろんな方がいらっしゃる。そしてまだまだ増えそうな気もしますが、はい、まだこれからね、もうたくさん増えると思うんですね。ぜひね、もう皆さんにいろんなところで、あの皆さんのそういうね、思いとか、とてもいい作品とかありますので、皆さんにご紹介していただける場をですね、楽しそうは発信していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。楽しそうっていう字がまた面白いんですよね、はい、ご紹介いただけますか。はい、まず楽しいは、あの楽しいですね。で、層は想像の層、物を作る方の想像の層ですね。それで楽しそうと読みます。はい、どんな活動をしていくのか教えていただけますか。はい、ぜひですね、企業様のお客様の集客のお手伝いとか、まあ、従業員様のね、福利厚生の社内行事とか、まあ、地域におきましてはね、福祉活動とか手作り講習会など様々な行事のね、お手伝いをさせていただきます。あとですね、今回ですね、初めてイベント派遣楽しそうのメンバーでお送りします第1回イベントほっこり村を
5月7日日曜日ですね、開催いたします。緑町のモデルハウス上のコミュニティハウスで開催いたします。楽しそうのメンバーがお待ちしておりますので、ぜひ心ほっこりのイベントへお越しください。その心がほっこりというものがそのまま名前になったんですね、イベントの。はい、ただね、ものをね、見ていただくとかそういうことばかりじゃなくて、そこで何か、コミュニティが取れるようなそういう場を設けて、知らない人たちがね、そこでお茶を飲んでほっこりできる、ゆっくりな時間をね過ごしていただけるような、そういうイベントを開催したいと思っております。はい、またイベントもこれからされるということなので、はい、またイベント情報などもいろいろと教えていただきたいと思います。はいはい、では全てのお問い合わせ先はどちらになりますか。はい、電話番号携帯の 090-9504-3721、 私上野までよろしくお願いいたします。お祭りわっしょい、今日はイベント派遣楽しそうの代表上野のり子さんにお話を伺いました。上野さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。このコーナーは楽しいことが大好きな人、この指とまれ、イベント派遣の楽しそうの提供でお送りしました。